皆様、本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより神奈川県住宅供給公社主催並びに二宮町一色小学校区地域再生協議会共催2018二宮国際子ども音楽祭午後の部を開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます、神奈川県住宅供給公社広報アンバサダーの船本由香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開催に先立ちまして、二宮町町長浦田邦子様よりご挨拶を頂戴いたします。本日は二宮町このラディアンで2018二宮国際子ども音楽祭午後の部ということで、たくさんの方にご来場いただきまして誠にありがとうございます。当庁二宮町の町長の村田でございます。本日は県の住宅供給公社主催ということで、この子ども音楽祭開催されております。実はこれ3回目になります。県の住宅供給公社と、そして二宮町と、そして地域の方が二宮の町を改めて再生していこう、地域コミュニティを深めていこう、もう一度元気になろうということで、さまざまなイベントをやっております。そしてその中でこの子ども音楽祭が始まっております。今日午前の部では親子で、本当に小さい、まだ抱っこしているようなね、お子さんを連れたご家族でいらっしゃって、本当に楽しい曲、みんなで手拍子をしながら、そういった形での音楽祭がありました。今日午後の部は今から始まります。今日はまず最初トップバッターが藤原寛太さん、二宮の本当に若手チェリストです。そのトップバッターから始まりますし、また上海から今日は若手の音楽家の方も来て演奏してくださる。そして最後の方では、後ろに控えておりますけれども、一色小学校地区再生協議会で多くの方が今頑張って練習をしております山入り合唱団、この合唱が発表されます。そういった形で、プロアマ問わず、さまざまな形で、この音楽を通して二宮町のまた良さを、今日ひととき、ぜひ皆さんで味わっていただきたいと思います。ぜひまたこの二宮のこのホールの良さ、そしてまた一歩外に出て、今日は本当に秋晴れでございます。ぜひ二宮のまた素晴らしさを味わう一日となっていただけますよう、心からお祈り申し上げます。本日は本当に、二宮町このホールに来ていただきましてありがとうございます。ゆっくり楽しんでいただきたいと思います。村田町長ありがとうございました。続きまして、神奈川県住宅供給公社理事長猪俣敦夫よりご挨拶をさせていただきます。はい、皆さんこんにちは、猪俣です。今日はお天気の方も、台風いろいろあったんですけど、どうにか持ちまして、大変恵まれた日になりました。今回ですね、なぜ上海音楽学院の生徒、付属生徒さんたちが二宮に来れたかというとですね、私どもまず基本的に音楽に国境はないと、それを信念として今まで活動を続けてました。で、今回はですね、まずは横浜ですね、開港記念館で、上海横浜市の友好都市45周年の年ということで、多くの方々に参加していただき、演奏会を無事終えることができました。さらにですね、昨日は東京芸術大学、そこの付属の高校生徒とともにジョイントの演奏会をしていただきですね、なんと芸校生120名のオーケストラとともに、今日出席してくださる8人の生徒さんたちが一緒に演奏しました。そして今日は二宮です。なぜ二宮なのかなっていうのは、いろいろな疑問があるかもしれません。しかしそれを壊すのがですね、我々音楽の力だと思っています。今日はですね、この8人の生徒さんを連れてきていただいた、音楽学院の上海学院の副校長と
先生2人がいらっしゃいます。すいません、お立ちください。ぜひ拍手で。ありがとうございました。それから最初の、一番最初に演奏をしてくださる藤原寛太君なんですけど、この藤原寛太君もですね、実は我々、芸大の方から紹介されました。芸大で、こういう素晴らしいチェロを弾く子供がいるよと。で、そしてよく見たら二宮だというんで、すぐ芸大の先生から連絡が、教授から連絡がありましたね。ぜひ一緒に参加したらどうかということで、今日はまずはトップバッターで弾いてもらうことができました。皆さん、短い時間ですが、ぜひ、中国文化、古い、楽器を使いながらの演奏、そして、素晴らしいテクニックの演奏がございます。ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。村田理事長の挨拶でした。それでは音楽祭のプログラムに移らせていただきます。先ほどもご紹介がありましたが、最初に登場するのは二宮町に在住する小学生チェリスト藤原寛太さんです。藤原さんは4歳よりチェロを始め、2017年に開催された第17回泉の森ジュニアチェロコンクール小学生の部にて金賞を受賞しました。二宮町教育委員会より表彰を受けております。今回は古代作曲無伴奏チェロソナタ作品の第一楽章を演奏してくれます。さまざまな技巧を使って演奏する曲ですので、どうぞお楽しみください。
堂々たる演奏でした。藤原本田さん、ありがとうございます。続いては中国の上海音楽学院附属学校の生徒が登場いたします。上海音楽学院附属学校は上海にある国立音楽大学の附属校ということで、全国各地から生徒が集まる学校として知られています。ちょうど横浜上海の友好都市提携45周年の演奏交流会で来日中であり、本音楽祭の呼びかけに応じて心よくご参加いただきました。最初の演奏は中国の伝統楽器楊琴と琵琶の演奏です。漢字で三、数字の三、六と書いて三流という曲です。
独特の音色でしたね。素晴らしい演奏でした。ここでその伝統楽器であります琵琶と楊琴の説明をご本人たちからお聞きしたいと思います。本音楽祭のプロデューサーで この友好交流事業をのつなぎ役となったトーシュールさんにインタビュアーとして通訳を務めていただきます。お願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。では少し皆さんがちょっと気になるところを代表で質問していきたいと思います。まずこの琵琶から、質問していきます。この琵琶はどういう、ものでできているのかを聞きます。这个琵琶是用什么东西做的？用钢丝或者是钢绳。弦の方は、鉄の糸でできています。那这个琴呢？它是用木头做的。什么木头？可以是红木或者是其他的木头。少し質の固めの木でこの本体の方ができています。何歳ぐらいから始まったのかを聞きたいですよね。你从几岁开始练的？3歳から、始まっているそうです。ちなみにそこの楊琴の方に几歳開始弹な？5歳から始まったそうです。那你有什么弹的那个技巧吗？演奏技巧について少し聞きたいと思います。有几种弹法？琵琶有很多种弹法，但是比较常见的是弹挑或者是轮指。いろんな演奏方法があるんですけど、そのメインの2つの演奏方法はこの弦を弾く、それ、そしてその指を転がせながら同じ音を、トリルみたいな同じ音を半数回弾くという方法です。いても多分わからないので演奏していただきます。你能示范一下给我们看吗？我先示范一下弹挑。まず弦を弾く方からいきます。ありがとうございます。接下来我示范轮指。トリルの方行きます。ありがとうございます。では次楊琴の方に行きます。この弦が皆さん見えないかもしれないんですけど、すっごいたくさん弦が張ってあるんですけど、何本あるか聞いてみましょう。你这有很多弦，有多少根弦在上面？差不多是有150根左右。没数过。数えたことないそうなんですけど、全部で 100本以上の弦は張ってあります。你平时弹，那你这个竹签是用什么东西做的呢？竹签是用竹子做的，然后会在上面裹一层橡皮管，然后是用裹橡皮管的这一个弹敲琴面。皆さん見えないかもしれないんですけど、この棒ですね、これ竹でできています。で上の方は小さい、ゴムみたいなものが包んでいます。このゴム包んでいる部分でこの弦を叩いて音が出します。そういうふうになります。ではどういう演奏方法あるのか聞いてみましょう。有几种弹法？扬琴也是有很多种技法的。然后比较常见的就是击板。楊琴もたくさん演奏方法あるんですけれども、よく見られるのはここの板の方を叩きます。まず打楽器みたいですね。次は接下来是会有反竹。さっきゴムの方で叩くのがメインの演奏方法なんですけれども、その包まれてない竹の部分だけ演奏する場面もあります。じゃあちょっと音色違うので、ゴムの包んである方も聞いていただきましょう。に反过来再弹一下。再反过来。で音が違うそうです。还有其他方法吗？还有就是拨弦。
弦を弾く方法もあります。ありがとうございます。はいよ、まあ、はい、以上あのメインの演奏方法になります。次の曲ロンチュアンという曲なんですけれども、そう今弾いた、演奏方法たくさん入っているそうなんですけれども、どうぞお楽しみください。お願いします。父さんありがとうございました。次の曲は中国の端午節で行われる伝統行事、日本でいうドラゴンボートレースからインスピレーションを受けて、清の時代から琵琶の演奏家によって作曲された曲だということです。賑やかなレースを想像しながらお聴きください。Thank you.
がとうございます。疾走する船のレース、飛び散る水しぶきも感じるような本当に素晴らしい演奏でした。続いては民族楽器からガラッと雰囲気を変えて、同じく上海音楽学院附属生の生徒によるクラリネットとピアノの演奏になります。曲目は競争的第20奏曲です。演奏してくれる2人とも小学5年生で11歳の演奏者です。この曲はクラリネットとピアノとが同等に扱われていて、曲の最後にはお互いが輝かしく掛け合い、徐々に溶け合って一体となり終わりを迎える、そういう内容の曲になります。ウェーバー作曲、競争的第20奏曲です。
素晴らしい11歳の2人の演奏でした。さて前半はここで終了です。10分間の休憩とさせていただきます。後半も上海音楽学院附属生の生徒による演奏、そして地元の山百合合唱団の合唱などが予定されていますので、引き続きお楽しみください。後半の開始は2時53分ごろから再開とさせていただきます。お待たせいたしました。音楽祭を再開させていただきます。本日祝電を頂戴しておりますので、ここでご披露させていただきます。内閣官房長官菅義偉様より、2018二宮国際子ども音楽祭が開催されますことを心よりお祝い申し上げます。これからの時代を担う若き音楽家の皆様による音楽祭がこのように地域密着で行われることは大変素晴らしいことです。また本日は日中友好40周年記念として上海音楽学院附属生の皆様も演奏されます。国境を越えた若き音楽家の皆様の演奏に乗せて日中友好の輪が広がりますことと、二宮町の皆様のますますのご発展を記念いたします。ありがとうございました。後半も前半に引き続き上海音楽学院附属生の生徒による演奏となりますが、ここで引率の先生よりご挨拶いただきたいと思います。リアウシアウエン先生、お願いいたします。通訳は引き続き東シュールさんです。こんばんは。こんにちは。Sorry, こんにちは。各位来宾、先生们、女士们、大家下午好。皆様、こんにちは。今天非常荣幸、受邀来参加神奈川县二宫町的市民音乐会。今日は二宮町の今回のコンサートにお招きいただき誠にありがとうございます。在这里我首先要感谢我们这次活动的主办方神奈川县住宅供给社。まず今回の主催者である神奈川県住宅供給公社、上海音乐学院附中是，我先介绍一下，是一所有着65年历史的，上海唯一的一所音乐专业，音乐专科学校。まず主催者に感謝いたします。そして、今回のうちの私たちの学校を紹介させてください。上海音楽附属学院は1953年に創立されました。我们在前两天在横滨市，包括昨天我们在东京艺术大学音乐学院附属高中的演出，也取得了非常圆满的成功。おととい横浜市でコンサートを行って、また昨日は東京芸術大学附属高等学校にて交流演奏会を無事に終えました。我想通过这两天的交流，增进了中日两国青少年的进一步的了解。
この何日間の交流演奏会を通して、日中の青少年において、相互理解を深めたこ とになったと思います。今年也正式、也正好是我们中日友好条约缔结40周年。今年は日中平和友好条約締結40周年の年であります。我想以今天这样音乐会的形式，能够增进中日两国人民的对世代友谊的一个美好的祝愿。音楽を通じて、音楽会を通じて、未来の日中友好に対して、さらなる友好を祈っております。最后我预祝本次音乐会取得圆满成功。最後となりますが、本日の引き続き演奏の成功を祈っています。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは後半のプログラムです。1曲目はメンデルスゾーンが作曲した弦楽四重奏曲です。メンデルスゾーンは幼い頃から英才教育を受けて育ちました。この弦楽四重奏曲も18歳の時に作曲されました。ちょうど今回の演奏者4人も同じ18歳です。メンデルスゾーンは全部で6曲の弦楽四重奏を残し、この作品は最初に作曲されています。本日演奏するのは第一楽章になります。お聴きください。
ありがとうございました。若き才能、この若い、魅力的な音楽家たちの今の姿を日本で見られたということに大変価値があると感じました。上海音楽学院附属生による演奏、非常に素晴らしかったです。続いてはユースクラシックの登場です。ユースクラシックの皆さんは音楽大学の在学生や卒業生により結成された音楽家の団体です。ここ二宮では去年おととしと二宮音楽祭りに続けて登場し盛り上げてくれています。今回歌を担当するのは百合ヶ丘商店街で月に1回開催されている歌声ダイニングの担当でもある緒方真希さんです。弦楽器とピアノはユースクラシックのメンバーになります。今回は2曲披露していただきますが、最初の曲夜の女王のアリアはモーツァルトが作曲したオペラ魔笛の中で夜の女王によって歌われる曲です。ソプラノの中でも高い音を駆使するコロラトゥーラという音質で歌われます。技巧的に難しい曲としても知られています。それでは夜の女王のアリア。
でした。夜の女王のアリア、特に高音がね、もうどこまで行ってしまうんでしょうというぐらいの印象的な、ね、歌声でした。さて続いても1曲歌っていただくんですが、続いての曲は尾形さん自身が選曲した曲ということです。はい、そうですね、はい、本日は曲を決めさせていただくときに、ちょっといろいろ打ち合わせをさせていただいて、中国の方からとても素晴らしい学生さんがたくさんいらっしゃってくださるということでしたの で、 では中国といったら何だろうと思いましたときに、私はトゥーランドットというオペラがちょっと浮かびましてですね、こちら中国が舞台になっているオペラでございます。この中から誰も寝てはならぬという、きっと皆様、耳にされたことあるんではないかと思います。普段はですね、そのトゥーランドットというオペラの中にも、ソプラノの歌手の、曲は何曲かございますが、このトゥーランドット、この誰も寝てはならぬはですね、もうこれ単体で大変有名で、フィギュアスケートの荒川静香さんですとかが、使われて大変有名になりました。本当はテノールの男性の方の曲ではあるんですが、最近ではサラ・ブライトマンさんですとかもカバーされているので、今日はちょっと私が歌わせていただきます。どうぞお楽しみいただけましたら幸いです。ありがとうございます。せっかくですので中国語でも、父さんお願いします。急遽トゥーランドットの中国語わからないので調べました。忘れました。我想简单翻译一下他说的，因为这次听说上海音乐学院附中的学生会来，所以说他特别想选了一首以中国为背景的，欧佩拉，是那个杜多尔里面的，这首曲子，公主彻夜未眠。想唱给大家听，然后希望中日友好能够持续下去，谢谢。それでは演奏していただきます。誰も寝てはならぬ。Thank you.
ユースクラシックの皆さんありがとうございました。さあお待たせいたしました、次は山百合合唱団の皆さんです。山百合合唱団は歌声で地域を盛り上げようと募集したところ、老若男女総勢80名近くの大合唱団となりました。昨年も本音楽祭に登場いただきましたが、定期的な練習を積み重ね、今年はよりパワーアップしての登場となります。披露していただきますのは、赤とんぼ、見上げてごらん夜の星よ、ハレルヤの3曲です。それでは山百合合唱団の皆さんです。
山折合唱団の皆様に拍手をお送りください。ここで素晴らしい合唱を披露していただいた山百合合唱団の結成を実現させた一色小学校区地域再生協議会岡村明宏会長よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。一言ご挨拶申し上げます。今日山百合合唱団の歌声いかがでございましたでしょうか。ありがとうございます。この合唱団はご承知かと思いますけれども、私どもが公募して参加していただいた方がほとんどでございます。言うなれば素人の集団ということが言えるかもわかりません。合わせまして、年配の方が非常に多くございます。そういう合唱団ではございますが、先ほど指揮をしていただきました先生方のご指導をいただきまして、なんとか歌えるようになったのかなというのが私どもの実感でございます。私どもこれから年内にまだ3つほど出演がございますし、年を明けますとニューイヤーコンサートというのにも出演の予定がされております。で、特に皆さんにお願いしたいのは、11月の4日に一色小学校で、我々協議会が主催しました里山音楽祭ございます。里山山百合音楽祭というのがございますが、そちらも地域の音楽家の方々にご参集をいただきまして開催をいたします。ぜひその時は、多数の方のご来場をお願いしたいと思います。それから、私どもこれ今後でございますけれども、とにかく継続は力なりだろうというふうに考えております。従いまして、なんとかこの合唱団を続けてまいりたいとこう思っております。ぜひ皆さん方のご支援をよろしくお願いしたいと思います。それから肝心のまた再生協議会の話でございますが、私ども実はいろんな活動をしてございます。この合唱団も実はその一つでございますけれども、地域に元気にするためにいろんな活動をしてございますが、その内容詳細ですね、どこでいつ何をやるかということにつきましては、町のホームページ、それから、町の広報誌、それからさらには、町の主要な掲示板に、掲示をしてご案内をしてございます。ぜひ、ご覧いただきまして、関心のあるあるいは興味が持てるなというものに対してはぜひ、ご参加いただきたいと、こういうお願いを申し上げまして、簡単でございますがご挨拶いたします。今日はありがとうございました。岡村会長ありがとうございました。さて次は最後の曲になります。全員で合奏する曲になります。曲目は浜辺の歌です。この浜辺の歌は海外でよく演奏される日本の曲目であり、今回のために上海音楽学院附属生も練習してきてくれたという曲になります。プログラムの裏側に歌詞を載せておりますので、ぜひ皆さんにご唱和をお願いいたします。それでは最後のプログラムとなります、浜辺の歌です。
準備が整いますまでしばらくお待ちくださいませ。では改めまして最後のプログラム、浜辺の歌です。皆さんありがとうございました。徐々に溶け合っていく全員での合唱、会場一体となれたと思います。もう一度ステージ上の演奏者に拍手をお届けくださいませ。ありがとうございました。以上をもちまして2018二宮国際子ども音楽祭午後の部を終了させていただきます。お帰りの際はお忘れ物のないよう今一度お手回り品をご確認くださいませ。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。